にちは、クリスです。本日は大野城の南ヶ丘の戸建てにやってきました。8年の中古戸建てとなっております。はい、こちらはワイパイ、購入の方ですね。はい、回っていきたいと思います。早速なんですけど、駐車場スペースですね。駐車場、お車2台止めることができます。こことこちらですね。車、小さい車一つずつお持ちの方はこっちが大きい車の方が止めやすいかなっていう感じです。とこちら3ナンバーとかだと若干はみ出るかなっていうところですね。あとはここをどうするかっていう感じだとは思うんですけども、はい、ただ十分に広さはあるので、2台はしっかり止められるスペースかなと思います。とこちらは平屋ですね。はい、今かなり貴重で人気な物件です。このチャンネルは福岡の賃貸物件売買物件をご紹介しているキラリブがお届けしています。福岡の物件探しのご相談は LINE アットからお気軽にご相談ください。じゃあ早速中に入っていきたいと思います。ダブルロックですね。はい、玄関は広めに設計されております。二段差もあるので、はい、楽に登ることができます。シーズンボックスから見ていきたいと思います。全身鏡付きですね。置けるような場所がありまして、コンセントもついているので、まあ、充電器とか、充電器ここでしないですかね。はい、おしゃれなランプとか置けるかなと思います。で、廊下配置するのがこちらにも収納があります。こちら側にもあります。キャリーバッグとかゴミ箱とか掃除機とかいろいろ置けそうなスペースとなっております。地味にも収納できますね。季節物とか使わないものはどちらにセットできるかなと思っております。はい、とても日当たりがいいですね。今昼の15時、夕方15時となっております。すごく日当たりが良くて、今11月ですが、とても暖かいです。はい、では物件の概要をご説明させていただきます。今日は戸建て、中古戸建てについて来ております。南ヶ丘1丁目の戸建てで 3LDK、貴重な平屋となっております。2014年なので築年数は8年ですね。はい、駐車場も2台載せますので、最後までご覧ください。こちらエコカラットになっております。間接照明が上についてますので、ちょっとこだわりの場所です。大体ここのリビングで16畳ぐらいですね。はい、前の所有者の方はここに椅子を置いてましたね。はい、ここで、まあ、ちょっと在宅ワークだったりとか、はい、ここで朝ごはん食べたりとか、結構なスペースがあるので使いやすいかなと思います。広いですね。ここにも奥行きにもどちらも広めとなっています。床暖房がついております。リビングの後ろ側と後ろのあっち側とこっち側で2つでセットができますので、寒がりの方、暑がりの方、一緒に生活ができるかなと思います。キッチンも十分な広さがあって、可愛らしいピンク色となってます。ちょっとピンクがじゃない方がいいなっていう方はですね、今簡単に貼れるシートもたくさん売ってますので、ご自身のお好きなようにデザインしていただければと思います。三つ口コンロです。グリルもしっかりついてます。8年なので全然もうこのまま使っていただけます。清掃は弊社の方でしっかりとさせていただいてますので、はい、
ですね。流し台もすごく広いですね。やっぱり普通のマンションとはこう入ってるものが違うので、あの料理好きの方にはいいかなと思います。で、私153センチなんですけど、ちょっとキッチン低めかもしれないですね。最近のもの結構これぐらいのものが多いんですけど、すごくあのやりやすいですね。ちょっとここは好き嫌い分かれるかなっていうポイントの一つですね。食洗機もついております。の裏の後ろ側の食器棚も備え付けなので、もう買い出すことなくすぐに生活ができるんじゃないかなと思います。ここが冷蔵庫スペースですね。呼び焼きのものもしっかり入るサイズ感かなと思います。この辺は開けていきましょう。こんな感じですもう本当に3人暮らしは、お子さん1人くらい、3人暮らしでも全然あの収納は十分だと思います。こちらが和室ですね。ここが4畳の和室で、つながっているのはこちら側で、5.2 畳ですね。開けて使ってもあの広々してすごく落ち着く空間ですし、ちょっと区切りたいなって時はここで区切ることも仕切ることできるので、お好きな感じで使っていただければと思います。はい、ここはクローゼットになっております。高さ本当私154センチぐらいで、4クルスあります。しっかりできるかなと思います。全部屋に窓がついているのもすごく嬉しいですね。もうここの日当たりが良くてとても暖かいです。で、こちらが押し入れタイプとなっています。やっぱり通常のクローゼットに比べて全然奥行きが本当広いので、収納が抜群だと思います。これが室内洗濯物干し竿ですね。物干し竿ではないか、物干しの、ここに竿を通せば室内でも洗濯を干せるという機能もついております。はい、こちらが洋室のスペースです。ここが、5.4 畳ですね。約6畳のスペースです。ここも窓2つですごく眩しいです、はい、テレビ線がちょっと上についてますね。壁掛けのテレビとかでしていただければ広さも全然十分じゃないかなと思います。で、この洋室のポイントの1つは、ウォークインクローゼットもうこれはだいぶ広いですね。11クルス入りましたこちらは照明もつきますので、夜でも安心して荷物を運びできます。はい、洋服が好きな方にはおすすめですね。もう一つこちらにも収納がついております。高さも変えられるタイプなので、ご自身のお好きなような感じで調整をいただければと思います。はい、こちらがお手洗いですね。結構まあ戸建てなのであれなんですけど広いですね。ここだけで2人分入ります。で、ここにトイレットペーパーが収納できるスペースがあったりとかするので、はい、人目につかず、はい、生活感が出ず収納ができるのは嬉しいポイントかなと思います。窓もあるので換気もバッチリですね。こっちにもここの壁にもお花飾れたりとか、はい、いいスペースがありますのでどうぞご利用ください。最後脱衣所スペースです。洗面台も8年なのでまだ全然使えますね。リクシルさんのものが入っております。
伸びるタイプですね。これも調節も簡単です。三面鏡になるタイプですね。収納もバッチリです。ここも洗濯機スペースです。あのドラム式でも何でも入りそうな広さのスペースなのでもう大丈夫かなと思います。ここも収納スペースです。タオルを置いたり洗剤を置いたり十分な広さかなと思います。浴室乾燥、暖房、涼風、換気すべて機能は揃っております。お風呂も広いですね。十分な広さがありまして、ここに手すりついてるのでもうお子さんだったりご年配の方だったりとか、はい、安心してご利用になれるんじゃないかなと思います。あとここに椅子もついてますのでお子さんと入りたい方も半身浴が好きな方もいい感じにご利用いただけるんじゃないかなと思います。窓もしっかりついてます。もちろんこれ丸見えなのでブラインド上げ下げていただければと思います。ちょっと今水止めているので出ないんですけれども、まあ、戸建てなんでですね水圧チェックは必要ないかなとバッチリだと思います。ここで調節できるので身長の高い方から低い方どなたでもご利用いただけるかなと思います。ここもスタイリッシュです、はい、ポイントの多いお風呂ですね。ちょっと庭に出ていきたいと思います、はい、お庭に向かっていきたいと思います。おしゃれな石段を上がって洗濯スペースもありますね。お子さんのプールとか、まあ、ペット飼われる方だったらワンちゃんのワンちゃんのお風呂何でも使えるかなと思います。こんな広さがあるのでここに、まあ、机と椅子を置いてのんびり休日が過ごせそうな雰囲気でございます。これが今リビングですね。リビングとすぐつながっているので、まあ、バーベキューとかもすごくしやすい距離感じゃないかなと思います。お気に入りポイントの一つです。オートデッキこれは和室につながっているところにはなるんですけど、ちょっとこの雰囲気があるだけでこうお家に帰ってきたなって思えるんじゃないでしょうかね。屋根もあるので洗濯物も干しやすいかなと思います。すごく広いかって言われるとそんなことはないですが、結構落ち着くスペースなんじゃないかなと個人的には思ってます。今秋でいい季節ですね。隠れポイントですなんとこちら小屋裏ですね。屋根裏部屋があります、はい、ここ登っていけば夢の世界へ行けるかなと思います。ちょっと電気今つかないので行けないんですが、はい、ぜひ内覧をして見てみてください。はい、本日の物件いかがでしたでしょうか。大野城南ヶ丘1丁目の戸建て、77.63 平米の 3LDK となっておりました。築年数が8年ですね。こちらの物件のお値段は3890万です。はい、毎月の返済額でいくと、0.925%、金利が 0.925% の35年ローンだとして、約10万6000円となっております。10万5666円ですね。はい、まあ、駐車場2台ついてて、管理費積立金もマンションとのようにはないので、まあすごくお得な物件なんじゃないかと思います。はい、福岡県大野城市について簡単にご説明をさせていただきます。はい、こちらの街なんと2017年に住みやすい街ランキング全国のランキングで1位を獲得しております。
はい、何がこんなに住みやすいのかっていうところですね。私のおすすめのポイント3つご紹介させていただきます。1つ目が、保育園、幼稚園が充実しているというところですね。はい、なかなか福岡市保育園入れないとか幼稚園の、入れないとかですね、なかなかちょっと難しい問題があるようですが、大野城市の方がこの辺りはこう通いやすいということをちょっとお聞きしております。はい、2つ目、公園が多いっていうところですね。はい、お子さんが遊ぶような小さな公園もたくさんありますし、ウォーキングが楽しめるような大きな公園も、充実している形になっております。はい、また太宰府歴史スポーツ公園っていうところもですね、この物件の徒歩10分圏内にありまして、こちらでテニスだったりとか、グランドゴルフっていうのも楽しめるような施設があります。3つ目、ロードサイドのお店が充実しています。スーパーもコンビニ、スーパーも、大きなドラッグストアもありますし、飲食店も結構多くありますので、そのあたりも、利用 しやすいんじゃないかなと思います。はい、個人的には子育て世代にもおすすめですが、老後に住みたい街だなととても思ってます。はい、運動も楽しくして過ごせるんじゃないかなと思います。唯一デメリットを言うとすると、ちょっと福岡市と違って車がないと不便かなっていうところがありますね。なので駐車場2台付きの戸建てはとてもおすすめです。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。キラリブでは賃貸売買の、不動産情報を定期的に配信しております。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。売却のご相談も受け付けております。はい、また次回までもお会いしましょう。バイバイ。